そしてリチャードソンから相原、最後はバーグ、ただシュートにはいけない、ボンズが対応する、ここを決めていきました。外からシュートを放っていきます。ありがた、ボンズへ、ボンズがフリーだ、バンハンドダンクを見せました。長崎はアギラール、ボンズには2人がかりのディフェンス、香川、松本入ってきて外にキックアウト、アギラールのスリーポイント、リバウンド最後に触ったのはボンズです。エースがカバーに入っていました。フリーの松本へ、トップの位置からドライブ仕掛ける、難しい体勢からのシュート、リバウンドに入っていたボンズ、この連携です。高平へ、ギブス、そのキックアウト、張俣からエキストラパス、ヘディングのスリーポイント、これが決まります。昨日スリーポイントを決められなかったヘディング、今日いきなり1本決めました。ヘディング、中にドライブで入っていく、そして外に振るか、いや自分でシュートに行きました。難しい体勢だったんですが、そしてエンドワンとなりました。逆サイドには飯田、バーグはポストプレーを仕掛ける、2人で行く長崎、奪うか、パスの出しどころがない、ただこの難しい体勢でシュートを決めました、リースバーグです。フリーの状態、バーグのスリーポイント、今日はシュートタッチが好調のバーグ、バーグとマッチアップ、さあどうする、このポストプレー、ヘディングに託す、ショットクロックが迫ってきていますが、ヘディング、ドライブで自分で仕掛けて、最後はボンズを選択、ブザーの前にシュートを決めました。さあ久岡、走っている飯田、飯田は右サイドへ、バーグがボールを持っている、伊集、中にドリブル切り込んで、最後はリチャードソンのボスハンドダンク。昨日もさあ香川が第4クォーターいい出だしを見せる、ただ長崎も速攻で返していきます。第28節のゲーム2、高平へ、高平のスリーポイント、またスリーポイントで返しました、高平幹事、胸を一度叩きました。おっとアギラールが奪ったぞ、ワンハンドダンクだ、89対74、長崎が15点差をつけて香川に連勝です。